先代の父の同級生様からこちらの高級シタン調仏壇阿蘇ご注文いただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田幸喜でございます。2021年8月の18日の今日は水曜日ですね。はい、朝今5時43分の朝動画でございます。今543で並んでますね。はいはい、まあすいません、実はですね、昨日ありがたいことに熊本市西区谷尾崎町 K 様からですね、こちらの高級シタン調仏壇ご注文いただきました。誠にありがとうございます。実はですね、K 様のご主人様が他界されたとのことでですね、で心よりお悔やみ申し上げます。で実はその K 様ですね、うちの初代の、うちの父ちゃんですね、初代創業者永田隆の同級生様でいらっしゃいます。で前父が道後総会に出た時にですね、買うとき仏壇場買うときは永田から買うけんねってお声をかけていただいてたみたいなんですよ。もう本当ありがとうございます。で、今回ですね、残念ながらですね、他界されてですね、で奥様からお電話をいただきまして、主人の言ったことは約束は守りますよって言って、こちらをですねご注文いただきました。本当にありがとうございます。本当にですねありがたいことでございます。一生懸命ですね、今ですね、静岡の方に発注してですね、出来たての仏壇、新品の仏壇、真心込めて納めますので一つよろしくお願い申し上げます。それとですね、K 様家紋が丸に三菱、武田菱の下がないタイプだそうでございます。こちらをですねお届けいたします。お仏壇この上の方にちょっと見えますかね、上の方に家紋、あとですねこの24金象眼でお輪にも彫り込みます。ちょっと待ってください。よっこらしょ、よっこらしょ、こういう感じですね。24金象眼で彫り込みます。素晴らしい音色ですね。本当はずっと聞いていたいですね。はい、それからですね、あとですね、京机、お道具、お座布団一式ですね、上等の国産の、お仏具ですね、納めさせていただきます。10日ぐらい、すいません、ちょっと取り寄せになりますので、ちょうどお盆休みが入ってますのでね、それをお待ちいただけたら幸いでございます。あとこちらですね、このお仏壇、こちらの当店のホームページの商品紹介の欄ですね、ちょっと待ちくださいね。ありましたね。ホームページにも出しております。こういう形ですね、非常にこれは売れております。このお仏壇ですね、これでしたらもう安心して、最初はですね、奥様が小さいのでいいですからとのことでございました。でお家にお伺いしたらば、お仏間がもう普通のお仏間がございました。半減の熊本県の標準仏間ですね。ですから、もう奥様はもうせっかくでしたらもういっぺん買うたら息子さんの代までは世話なしでございますけんがということでですね、こちらの標準タイプ、もうこれが標準でございます。はい。で、やっぱ一遍買った車はもう10年に1回買い替えですけどですね、もうお仏壇は50年、100年、親子3代拝んでいただけるお仏壇でございますので、これ、こちらがいいですよということで、こちらご注文いただきました。誠にありがとうございます。本当にですね、ちょっと長くなりましたけど、はい。すいません。シタン調仏壇、阿蘇。熊本市西区谷尾崎町 K 様ご注文でございます。ご主人様とですね、うちの父が同級生でございました。で85歳もう心よりお悔やみを申し上げます。はい。で、仏壇は永田の息子から買ってくれという遺言があったそうでございます。もう本当にですね、もう身に余る光栄です。はい、心よりご冥福をお祈り申し上げます。という形でですね、真心を込めて納入させていただきます。この度は誠にですね、ありがとうございました。熊本市西区谷尾崎町 K 様からのご注文でございました。はい、ではここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。